今日は休みなので、これからですね、久々に911に乗ります。5月6日に乗って以来なんで、もう20日以上乗ってませんが、久々に乗るので、出して、とりあえず軽く走って洗車するという感じでございます。久々だ。よいしょ。久々の911でございます。何日ぶりだ。5月6日に乗って以来だと思うから25日ぶりです。もう1ヶ月近く乗ってなかったということですね。乗る時間がやっぱりなかったですね。なんだかんだ言ってね、乗る時間はないんですよね。まああと止めてる場所は家の車庫に止めてないっていうのもあるんで、取りに行かなきゃいけないっていうのがあるとね、ちょっとどうしても家の車庫にある車でさっと行っちゃうところも多いんですよね。それは仕方ないかなと。今日月曜日なんですけど、土日が仕事だったんで、まあ今日は一応オフになってるんですけれども、かといって遠くに行けるわけもなく、まあ久しぶりなんでちょっと乗っとかないとなっていうのもあるし、あとこの間の時にちょっと汚れてたんで洗車をしようと思って、ただだから洗車しに行くだけっていうですね、そんな感じでございます。なので、洗車がですね、新橋のガソリンスタンドでいつもやってもらってるので、そこに持ってって洗車してもらうだけのドライブということでございます。途中でもしかしてどっかに寄るのかなっていう、そんな感じですね。まあ、1ヶ月近く乗らなかったわけですけれども、この間に当然さまざまな車を試乗しているので、911自体にはもう2回乗ってるわけですよね。911ターボもすでにお届けしてますけれども、こちらと911タルガ砲2台を、まあ、911は乗っているということでございます。さらに K1T も乗ってますので、なんやかんやで乗らない間にポルシェは3台乗ったということになりますね。それがこの仕事の面白いところで、なので、まあ、久しぶり、自分の車は久しぶりですけれども、911自体は特に久しぶりなわけではないというところですが、まあ、撮影で乗った車がターボとかタルガ4とか、まあ、かなり高額モデルなので、それに比べるとやっぱりシンプルな自分の彼らっていうのは、それはそれでまた味わいがあっていいですよね。ターボなんてインテリアのレザーだけで148万とかするやつでしたし、タルガ4はね、特別なやっぱりルーフシステムがついてて、それはまた豪華な感じではありますからね。そういったものに比べるとこの彼らは本当にシンプルな感覚ですね。で、実際に自分の車が今どのくらい走ってるかというと、まだ1638キロなので、先日ゴミちゃんのとこに行って LC の撮影、そしてこの車も撮影してもらいましたけれども、いつ出してくれるか知らないですけれども、それ以来なんで、まあ、1638キロ、まだ全然走ってない状態で、ね、果たして5000キロ達成するのはいつのことやなっていう感じですね、このペースだとね。でもやっぱりあれですね、自分の車、スポエグがついてないんで、かなり静かな印象ですね。この間のタルガ4乗ったんですけれども、タルガ4エンジン自体は一緒なんですけれども、オプションでスポーツエグゾースト入ってて、スポーツエグゾースト入ってると当然、音はスポーツとかスポーツプラスで変わってくるわけですけれども、通常の状態でもやっぱり標準の
マフラーとは音がちょっと違うなっていう感じはしてたんですが、改めて今日このノーマルのエグゾースト乗ってみて、まあ、本当やっぱ静かだなっていうところでしょうね。なので街中今走ってるような状況でもエンジン音は本当極めて小さいっていう感じで、ここがまあ好き嫌い分かれると思いますけれども、せっかくだったらもっといい音してほしいっていうね人もいるでしょうし、僕はまあ普段乗ってる限りはこんな感じの静けさでいいかなというところですし、まあこの辺りね分かりますよね。僕意外にだからこ回した時もノーマルエグゾーストのままでも全然嫌いじゃない派なんで、なんか特にやっぱり最近スーパースポーツはマフラーで音を、まあ、気持ちよく聞かせるっていうのは当然のことなんですけれども、そういう車がいっぱいあるがゆえに何もやってないと逆に新鮮に感じてしまうというですねところはありますよね。ただまあ次じゃあ購入もしする、次もし購入するとなったらつけないかっていうとおそらくつけるんだろうなとは思いますけどね。やっぱりスポーツエグゾーストあった方がリセールとかもいいっていうのはありますんで、まあ、今回あえてつけてはいないですけれども、まあね、つけても本当にだからスポーツプラス、スポーツプラス使うかっていうとなかなかだから難しいところですよね。試乗の時は一応ねダイヤル回してやってはいますけれども、自分の車になると途端になんかねあんまりやらなくなるっていう、パドルすらねあんまり使わないっていうところもありますんで、でこの間ゴミちゃんと一緒にこの車乗ってゴミちゃんに運転してもらってインプレッションを彼は取ったんですけれども、まあ、それがいつ流れるかは知りませんけれども、その時も彼言ってましたけれども、まあ、乗り越しすっごいいいんですよ。とにかくあの彼が想像している以上にやっぱり良くて、で PSM は標準でついてるんですけれども、タイヤは20フロントが20でギアが21インチじゃないですか。なのでノーマルより1インチ大きいので、まあ、ちょっとゴツゴツしててもいいぐらいなんですけれども、全然そのあたりもゴツゴツしすぎなくて、なんでこんないいのかねっていう話になったんですけれども、先日お届けしたターボとかタルガ4とかこれらもやっぱりすっごい乗り心地良かったんで、全体的にだから2021年モデルのその911系が乗り心地が良くなってるなっていう印象ですよね。最初にあの後方車の911の通常の彼らに乗った時はそれもやっぱり20インチ21インチ組み合わせだったんですけれども、それちょっと乗り心地硬いなっていうのはありましたし、彼ら S の方がいいなっていうところもあったんですけれども、この自分の車が来て驚いたのはやっぱり乗り心地の良さが結構あるというところで、ここはね不思議な部分ですよね。でもまあ本当にこういった何もなくて、ただ車を転がすっていうのは結構稀なんですけれども、やっぱり自分の車でこうドライブとまでは言わないですけれども、ね、何も特にこう仕事に時間に追われることなく車を動かすっていうのはいいですよね。本当になんかゆっくり走ってるだけですけれども楽しいなっていうところがやっぱりありますし、低速で走ってても気持ちいいのが、まあ、911ならではのポルシェならではの部分だと思うんで、そういうところはねなんかこう本当にただ単にちょっと出かけるだけですけれども、その時間がすごくいい時間になるなっていうところをですね改めて感じております。もうでも本当に家から出てこの後高井戸で乗ってそのまま4号線行って環状を、そうですね、おそらくどっち回りで行くかな、内回り行って芝公園の方から汐留で降りてで新橋のスタンドに行くぐらいなんで、まあ、本当に空いてるとあっという間に着いちゃうんですよね。そのくらいなんで、まあ、だから洗ってからまた首都高乗って帰るときに
ちょっとぐるっと一周してから帰ろうかなみたいな、そんな感じですかね。で、高井戸から首都高に乗ります。まあ、でもなんか今日はこの本当に普通に走ってるだけですけれども、なんかやっぱりいいですね。癒されるというか、こういう時間は必要ですね。この芝公園のこの辺りはいいですよね。あのさっきのきついカーブで2号線合流する手前のカーブからずっと、まあ、適度なカーブが続いていて、まあ、それゆえに混んじゃうことも多いんですけれども、空いてるとこう気持ちよく右に左にハンドル切って走っていけるんで、ここは首都高の中でもすごい楽しい場所ですよね。すごいなんかやっぱり、まあ、全然飛ばさなくて気持ちよく走って楽しめるっていうところがいいところですよね。回転が別に上がってなくても車のその気持ちいい動きを味わいつつ走れるっていう、まあ、もちろん状況を許せばエンジンの気持ちよさもこう享受できるわけですけれども、それが享受できなくても足の動きの良さとかそういうところで楽しめる部分がちゃんとあるなっていうところですよね。で、汐留で降りて、ここはちょっとあのカニですね。最近というかもう結構経ちますけれども、まっすぐ行くと虎ノ門ヒルズでそのまま向こうから来るとアンダーズのその虎ノ門ヒルズの下を通ってこっちに抜けてこれるような道ですよね。で、僕がいつも洗車してるその新橋のスタンドは北海高山というんですけれども、あのモーターマガジン社っていう、僕はもともとこの業界に入った時にアルバイトしてたのがモーターマガジン社だったんですけれども、そこであのビルが隣の隣にあるんですよ。なのでモーターマガジンで撮影に使う広報車とか全部そこで洗車してから返すっていうのをやってたんで、あの昔からですね知ってるスタンドで、まあ、ここ最近よく行ってるんですけれども、やっぱりあのいろんな車を扱ってるのですごいやっぱり扱い慣れてるっていうのがありますんで、そこはだから信頼してお預けできるところですよね。で、どんな車を持ってってもきっちり動かして洗ってくれますので、そういう意味でもあのお預けして洗っていただいてっていうことをやってます。はい、到着。まずは洗ってもらいましょう。あ、ちょっと混んでるかな。で、車を預けて、1時間ぐらいまあかかるんで、あのコーヒーを飲みに行きます。いつも行ってるところに行きます。ここですね、この上島コーヒーにいつも来てます。ありがとうございます。お客様、店内でお過ごしです。はい、黒糖ミルクコーヒーのアイスください。黒糖のミルクコーヒーのアイス。こちらでよろしいですか。はい。じゃあ洗車が終わりましたので軽くドライブです。本当に軽く、まあそうですね、辰巳にとりあえず行ってみましょうかね。芝公園からなんで行ってみたいと思います。最近ね、洗車してもらうときにタイヤワックスかけないでくださいっていうお願いを必ずしています。なぜならばタイヤワックスをしてもらうとその後ですね、走った時にボディの
タイヤの後ろのあたりですよねにタイヤワックスがやっぱり飛ぶんですよね。で、まあ、油染みみたいな感じになりますので、それはあのまたついたらついたらめんどくさいので、もうそのまんまにしといてもらってワックスはなしということをしております。この車の場合はまあ普通のペイントなので全然いいと思うんですけれども、特にマットの人とかは結構ですね跡がつきやすくて残りやすいことがあるので、それは注意した方がいいと思います。やっぱねピカピカっとした感じにタイヤ見えるんですけどね、走っちゃうとどうしてもねそこがついちゃいますよね。珍しくじゃあスポーツプラスにしておきたいと思います。やっぱスポーツプラスにすると基本的に回転結構高めで維持してくれるので音は聞こえやすくなりますし、今ちょっとアクセル戻しただけなんですけれども、結構積極的に次回でも入れてくれますので、普段乗りでも音は味わえますよね。まあでも都心しか行けなくても首都高は、まあ、僕大好きなんですけれども、景色がいろいろあるんでそこで結構プチドライブとしては満足できますよね。今からレインボーブリッジ渡りますけれども、レインボーブリッジからの景色とかもやっぱり非常に綺麗ですし、今日なんか特に晴れてるんで、すごいあの、まあ、カメラの向こう側ですけれども景色がねめっちゃいいですよね。このお台場とか湾岸地区は非常にあれですよ、抜けがいいんでそれだけでも本当気分がいいですよね。 C1 だとやっぱり周りに建物結構バーッとありますけれども、まあ、それが故に東京タワーとか見えるのがすごいいいですけれども、周りに何もないところで高い位置にあるので、すごいスコーンと抜けてる感じが気持ちいいところですね。で湾岸抜けてこのまま辰巳入って一旦止まって外出てで帰るかなっていう感じですね。辰巳はねいつも大体混んでますよね、まあ、狭いからねしょうがないですけどね、なるべく端っこに止めたいんですけれども、果たして端っこが空いてるでしょうか、どうでしょうか。空いてないな、じゃん、端っこはどうやら空いてないので、この辺りにずっと止めましょう。必要もないんですけ降りる必要もないんですけれども、とりあえず一旦降ります。はい、とりあえず車を降りてみました。特に何もすることないんですが、ひとまず車を眺めるかなというところですね。このように平日のパーキングで赤い車はやっぱりかなり目立ちますね。相当に目立っております。まあそれはしょうがないですけどね。そういう感じでしばらく車を眺めて、まあ首都高を走って帰ろうかなというところですね。ちなみにまだ千数百キロしか走ってませんので、タイヤは全然綺麗でございます。リアもめちゃくちゃ綺麗でございます。まあでも911はやっぱり後ろから眺めるこの楽しさがありますよね。前ももちろんいいですけれども、後ろから見るとこのフェンダーラインがやっぱり非常に魅力的でございます。
ちょいちょい上げて5000ぐらいまでは回してますね。で3000、4000とか4000、5000あたりをこうちょっと行き来させたりとかするような感じで乗ったりしております。もうちょっとだったらスピードにご注意ください。もうちょっとだったら6000ぐらいまで回そうかなというところですよね。まあこれで今日の走行距離は多分60、70はいくかなぐらいな感じですね。わずかそんな程度ございます。でも走行距離はトータルが1700キロ超えますね。ちなみに今日の午前中はこのこっち側の今木が生えてるところをランニングしてました。こうランニングして戻ってでご飯作って食べてそれから出かけてきたっていう感じですね。今ねちょうどねこの信号のこっちに林が続いてるのが見えると思いますけれども、この、ね、林のところが玉川上水でこれ沿いにずっと走っていくとうちに着くってことですね。さあ到着 67.4、 67.5 キロのドライブでございました。はい、このギリギリ加減でございます。こちらはリムが当たっております。このぐらいのギリギリ車庫です。はい、というわけで、今日はプチドライブをしてきました。これで終了でございます。